高木さんからね、うん、写真がだけで飛びの崖から飛んだらお釈迦様が出ておいでて、うん、救ってくれたいう伝通寺のお話があるんです。はい、だからもうそれも過去か書かさせていただきました。ちょっと小屋さんとは違うお大師さんなの、うん、伝通寺のね、三木大師さん言うてね、お釈迦様が出ておいでて、貴殿さんが出て、で救ってくれたということのお話がありますのでね。まあ、今留守のおばあさんっておりますので。この内側というのも36分の。書いたんですけど、いつもお盆立ちますのでね。すすで真っ黒気になったんですけどね。36でこんがらさんから始まって、おがけさんまでね、36まで、うん、いいですわ。大事だな、なかなか絵を描けるんだな、うん、もう何回描けへん、やっぱり目があるのがなかなかね、目はな、うん、そうやろ、うん、
器用なんじゃないですか。ねえ、そうでしょうね。ねえ、あの姫路だったらお殿さんのあれで昔からそうあるでしょ。あ、そう。親父がそう姫路弟子にしてね。それからあと浜屋さんはそうね、大きなね仏壇屋さん。うち浜屋さん。浜屋さんね。浜屋ね。太鼓一回垂らしてもよろしいですか。どうぞ。うちのね、この向こうの太鼓は掘り木の丸いを掘って穴開けとるらしいです。これですか。これ。あ、つないでないですね。本当。ね。ああ、これ珍しいです言って。何を掘ってるの。あの大きな丸い木をくり抜いて太鼓にしてるのね。よう笑うもんですね。だからね。ねこれはクズのですか。まだちゃうの。クズだと思いますけどね。ロンゲの権利です。ああ、そうですか。いつもそれ叩いちゃったら、あの人が、もうちょっと。